おはようございます。これより定例記者会見を始めます。まず知事から本日の発表事項2点についてご説明いたします。はい、私から2点、最初は新潟の米印プロジェクト、あの写真があの前にありますけれども、これはあの、まあ、発表の時に申し上げましたけれども、あの就任以来ですね、まあ、新潟県の魅力たくさんあると思ってるんですが、県民の皆さん自身があまりその魅力について語ることがないといいますか、あの、まあ、気づいてないっていう部分もあるのかもしれませんし、まあ、なかなかこう自慢することが増えてであるという方が多いという、まあ、そういう中でもっともっとあの新潟の魅力をこう自由に、発信表現していきましょうと、まあ、そういう機運を盛り上げていきたいという思いで、あの新潟の魅力を考える懇談会を立ち上げ、まあ、いろんな立場の方に新潟の魅力を語っていただいたりですね、まあ、そんなあの取り組みを進めている中で、この1月からあのインスタグラムを使ってですね、新潟の魅力を表現する写真のコンテストを募集してまいりまして、その中からまあ、あの印刷したものもあると思いますけれども、優秀賞と準優秀賞をあの選んだということであります。でこれはまああの、まあ、写真としてのあの面白さとかそういうところも入ってくるので、新潟の魅力だけっていうことではないかもしれませんけれども、あのいいねをたくさん取った方が、最優秀賞と、辞典を優秀賞ということにしたものであります。まあ、その他に、10作品をですね、県の中で審査委員会を作って、選ばせていただきましてですね、これらをあの、県庁だけでなく、新潟のネクスト21のギャラリーとかですね、各地域振興局でもあの順次、展示をしていきたいと思っています。加えてですね、この入賞作品以外にもですね、まあ、あの写真としてのその出来栄えとかいうことではなくて、新潟の魅力をうまく捉えたものもですね、さらに、選んでですね、もう少し数多くあの展示をしたいというふうに思っております。1点目は以上でして、まあ、あの付け加えて言えば、あのこれは第1弾でありましたけれども、あの第2弾第3弾とですね、あの、まあ、魅力、新潟の魅力を県民の皆さんに表現発信していただく、その機運を盛り上げる取り組みを、企画していきたいと思っています。で2つ目はですね、新潟県公民共同プロジェクト検討プラットフォームの開催でございまして、昨年の10月に第1回目を開いて立ち上げたんですが、これも、まあ、あの新潟の元気を作っていくためにですね、まあ、いわゆる行政側と公側とそれから民間、もっとこう、率直にですね、議論をし、まあ、情報を共有し知恵を出し合っていく、そういう環境を作っていきたいという思いで、公民共同という言葉を使ってあの、まあ、集まる場を作らせていただいた、その第2回目であります。ここにありますように、まあ、今年度予算でもそうでしたし、来年度予算でも新しい施策を盛り込んでおります企業創業というテーマ、あるいは、県議会でも随分ご質問いただきましたけれども、今トキエアというあの新しい航空会社、地域航空会社を作ろうという動きが、プロジェクトが動いておりますが、まあ、そうした、地域航空会社設立の動きも含めた空港の活性化、さらにはあのこれも来年度予算の中で新たな施策として盛り込んできておりますあの防災産業クラスター、まあ、防災産業を新潟の中に集積させていこうと、こうした取り組みですとか、まあ、あの新潟市さんと共同で進めるまちづくりの一環にもなりますが、
まあ、万代島のにぎわいづくり、まあ、こうした個別のテーマもですね、この公民共同プロジェクト検討のプラットフォームの中でですね、情報の共有と、まあ、認識の共有と、前に進めていく、まあ、きっかけにしていきたいと、そのように思っております。私からは以上です。はい、では代表幹事社 UX から伺います。いずれも新型コロナウイルス関連の質問です、はい。まず最初ですけれども、学校の、休校、全国一斉の休校要請というのが、解除されまして、まあ、今後はその原則として全ての学校を再開する方向ということなんですが、まあ、一方で先週19日の専門家会議では、まあ、感染状況が拡大傾向にある地域では、まあ、一定期間休校することも選択肢というふうな提言も出されています。現在の県内の感染状況を鑑みて、学校再開に関する、まあ、時期などを含めた知事のご見解をお聞かせください。はい、昨日ですかね、文部科学省から学校再開にあたってのガイドラインが示されておりまして、まあ、それの中ではこまめな換気ですとか、マスクの着用の問題ですとか、まあ、さまざま項目が示されておりますので、まあ、それらを踏まえて今教育委員会の方で議論していただいているというふうに理解しています。で、私としてはですね、まず新潟県内の状況、まあ、昨日も1件感染者が確認されましたけれども、まあ、総じて認識としては専門家会から示された3つの段階の中の、これは記者会見でも申し上げましたけれども、一定程度に収まっている地域というのが現在の新潟県のこの新型コロナの感染症に関する、状況認識でございまして、まあ、そういうことであれば、基本的には授業を再開する方向でですね、考えていきたいと思ってます。ただ県内でもやっぱり地域的な状況に差がございますし、合わせて、まあ、いろんな項目示されてますが、かなり柔軟性を持ってですね、考えていく必要があるのではないかというふうに思っておりまして、まあ、いずれにせよ教育委員会の議論の結果を待ちながら、できるだけ子どもたちも相当ストレスが溜まってきているのではないかと感じていますので、感染の拡大防止はもちろん大切ではありますけれども、バランスを考えながら判断していきたいと思います。はい、では2つ目の質問に移ります。まあ、新型コロナウイルスに関連しまして、まあ、改正新型インフルエンザ特別措置法が14日に施行されました。まあ、これに基づきますと、政府が緊急事態宣言を出した場合には、都道府県知事は住民の外出自粛のほかに、まあ、学校や映画館といったところの使用制限も要請指示できるようになりました。まあ、一方でこれについては、その運用次第では国民の主権を過大に制限することにつながりかねないのではないかという懸念も指摘されています。政府から緊急事態が宣言された場合の対応について、現時点での方針がありましたらお聞かせください。まあ、この法律自身もですね、制定時からですね、そうした、まさに、人類共通の敵といいますか、新型インフルエンザに、いかにこの感染拡大を止めるかという、そのためにまさに迅速に必要な手段を講じていかなければならないという要請と、まあ、一方で多くの国民の活動や事業活動や、まあ、日常の生活に大きな影響を与える可能性があるという中での、そのバランスを考えながらやっていかなければならないというところは、法の制定時からいろんな議論があったところで、それはそれで私自身も一定程度承知しています。で、今回の新型コロナウイルス感染症に関しては、まあ、今直ちにこう緊急事態が宣言される状態ではないと政府自身も言っていますので、私も現状認識としてはそういうことだと思うんですけれども、まあ、いざ本当に、緊急事態と爆発的な感染拡大が生じて、緊急事態ということが宣言された後にはですね、やはりもちろんこの法に従ってですね、
私は迅速な判断が必要だと思いますし、もちろんその、判断の中で、まあ、適切な対応を先ほど申し上げた感染拡大の防止と事業活動生活への大きな影響というところを十分に踏まえた適切な対応ということが必要だと思っています。例えばその県の弁護士会などはその学校の利用停止を指示する際には、まあ、専門家の意見を聞くことも義務付けるといったような談話を出していますが、そのあたりのような試験、ね、の制約をに抑制的になるようなその独自にでもまあ皆さん欧米の今の状況とか十分認識されていると思いますけど、まさに拡大を止めるための迅速な判断が必要な部分は当然あると思いますし、一方でそうした繰り返しになりますけど影響が大きいというところでのその慎重な判断というところも当然あるわけで、まあ、そこをまさに、しっかりと見極めながら、まあ、言葉としては適切に判断するということしか言いようがないのかなと思います。代表以上です。お願いします。まず東京オリンピック1年程度延期になったということについてまず受け止め、まあ、それは言葉はそうですね、表現 しにくいですけど、まあ、仕方がないのかなとちょっと残念な思いもありますけれども、まあ、本当にこれだけ、欧米、まあ、アジアから始まって現在欧米がパンデミック の中心となり、その先日の昨日ですかね、加速しているというふうに WHO が言っている、まあ、そんな状態の中で、アスリートも安心して、競技に専念できる環境では残念ながらなくなってきている。で、競技をやる当日だけが勝負ではなくて、その前にいろんな諸準備があって、まさに選手が選ばれるいろんな大会なんかもあるわけで、それらが今開催できていない状態ということであればですね、予定通りの開催というのは、まあ、難しかったんだなというふうには受け止めています。県やその県内の自治体の事業でこの2020年のオリンピックめがけて押し込んできたものがあったと思うんですけども、それは今後そのどういうふうにまた仕切り直しというか展開していくか、まあ、それは新潟県に限らないと思いますけれども、会場を抱えている都県なんか特にもっと大きな課題が残るわけですけれども、まあ一つは市町村が事前キャンプを予定してたところですね。こうしたところは引き続きその相手国といいますか、そこで事前キャンプをする予定した国との、まあ、しっかり連携を情報交換 を続けながらですね、まあ、まだ1年程度という中で具体的な日にちが決まってませんけれども、まあ、そこに向けて関係を維持してもらいたいなと思いますし、県もしっかり市町村と情報共有しながらですね、応援していきたいと思います。またアスリート個人の問題もありますね。これは県選出 の選手という意味ではもう既に内定したのがマラソンの服部勇馬さんとセーリングの富樫さんですかね、この方々のこうモチベーションの維持というのも大変なことだろうと思いますが、県としては引き続き応援していきたいと思いますし、まあ、その他にも内定選ばれる可能性のあった有望な選手の新潟県関係者大勢アスリートおいでですけれども、まあ、そうした方々のこうまあ何て言いますか挑戦がですね、引き続き続けられるようにですねできる限りの応援をしていきたいと思います。先日予算の修正の件についてなんですけども、先日県議会の最終日にもお尋ねしましたけども、再議の申し立てが可能まで4日間あるんですけども、最終的に知事は再議についてのお考えはどのようにですか。あの時もお答えしましたけれども、県が考えている政策を否定しているわけではなくて、その手段政策を達成のための手段について今回は、まあ、議会の方から疑義が示されたと
ということですので、まあ執行部、知事と県議会というのはまさに、県民から直接選ばれたそれぞれ代表者であり、それぞれ予算についても提出権は知事にあるけれども、議決権は議会に与えられているという、そうした地方自治の仕組みを考えると、基本的には議会の議決を尊重して、行こうと思います。ですからもう一回、生活道路や通学路等の交通安全対策をいかに、進めるか、効果的に、合理的に進めていくかという観点で、議会で、審議の中でご提案のあった警察官がそこで、立って、警戒するということの方が効果があるんだというようなお話もございましたし、そうしたご意見やあるいは、全国でのこの可搬式のオフィスの、使われ方、その効果、そういったものもしっかり情報収集をして改めて判断していきたいと思います。結論としてはサインはしないということですか？はい、今そのつもりです。あと、すみません、最後に知事 のふるさとでもある佐渡で今市長選挙が行われるんですけれども、知事はどなたかの候補に応援されるお考え、応援に入るのか。まだ詳しく状況を伺ってないんですけれども、報道等で大勢の方が立候補されそうだというところまでは承知しています。その応援に来てくださいというの要請があるかもしれないですけど、あるかどうか分かりませんけどね、その時点で考えます。はい、ありがとうございました。新潟日報の倉部です。オリンピックの延期の関係なんですけども、新年度予算にもオリンピックの警備費とか県の予算でかなり計上されてますけども、県の負担額が延期によって増える可能性というのは。このごめんなさい、予算のはどんなふうになるかまで、詳しく私自身は聞いてないんですけど、影響あるかもしれませんね。でも、普通に考えると基本は先延ばしですので、1年程度という中で開催時期はまだ日にちは分かりませんけども、基本的には、例えば次年度に繰り延べされるということで、対応できるんだろうと思いますけど。聖火ランナーについてなんですけど、組織委員会の方は基本的にすでに決まっている方を優先的に参加するように、なんかそういう行動ですよね。県としても、県内の聖火ランナーとしても基本的には同じ考えです。そうですね、組織委員会としっかり情報収集しないといけないと思いますけれども、その選ばれたご当人のご都合もあるので、100% 同じかどうかまでは分かりませんけれども、基本的には今選ばれている方を優先に考えていくんだと思っています。ありがとうございます。はい、新潟日報です。新型コロナウイルスなんですが、先ほども知事から一定程度に収まっているということ、お言葉もありましたけれども、昨日ですか、おじやの男性でも、またその感染経路がわからない人がここに来て、長岡の方とおじやの方に続いてきたということについては、知事として今感染の状況というのはあるんですか？どこで感染されたかは正確にわからないのはおっしゃる通りだと思います。ただ長岡の方もかなり東京や、大阪、九州の方ですかね、結構動かれて、おられた、そういうご職業ということでありましたし、昨日のおじやの方は確かフィリピンに、直前、ご旅行なさっておられたということもあって、感染のあった可能性の高い地点といいますか、それはもちろん断言はできませんけども、ある程度想定されていますので、そして、新潟県内における行動は濃厚接触者をこう辿っていける今状態ですので、で、
すでに一部の方陰性も確認されてきてますので、まあ、そういう意味では一定程度に収まっているという認識に変わりはないと思っています。そうすると、まあ、そういうのが分からない、まあ、海外ですとかその県外ですとか、そうですね、まあ、そういう行動がない方でここ、まあ、感染ができた場合に、よりそれは計算ができたというおっしゃる通り危険度が高くなってますよね。今、余談ですけれども、東京なんか非常に心配な兆候が出てきてますよね。その病床の確保についてなんですけれども、その、まあ、中谷市長と、まあ、面談されて、まあ、その病床確保について、現在その25病院100床という確保していると思うんですけれども、よりこう、まあ、その後も感染の確認が続いているということもあって病床が足りないという、まあ、話も聞こえてきてますけど、まあ、現状私の認識は25病院からさらに、まあ、数字は正確に申し上げられませんけど、それ以外の病院からのご協力も今取り付けてきてますし、病床の数も増えてますので、まあ、今の状況であれば病床が足りないっていう恐れは少ないというふうに思っています。大阪などですと、まあ、軽症の方は自宅待機を寄せているようなケースもあるようですけれども、そうです、それは頭の体操としてといいますか、対策本部の事務方としてはいろんなケースは考えています。おっしゃる通り、全部が全部医療機関で医療施設で、収容するということが難しくなるケースも最悪のケースとして出てくると思いますので、そうしますと軽症であるいは発症していない方で隔離ということが中心の方々については、別の方法で医療施設がないところでも隔離するというのはあるというふうには思っておりまして、そうしたケースをいろいろと考えてどういうことができるかという準備はしています。臨時休校の授業再開の関係で伺いたいんですけれども、重複することになってしまうかもしれませんが、知事としては一刻も早く学校を再開してほしいという気持ちなんでしょうか。まあ、何度も感染拡大の防止がやっぱり最優先だと思ってますよ。その上で子どもたちのこのね、休業が続いたことでのですね、ストレスというものも、あるいはそれの保護者の皆さんの負担というものも非常に大きなものがある中で、まあ今の新潟県の状況、今ほどやり取りしましたけれども一定程度に収まってきているという認識の中では、まあ、気持ちとしてはできるだけ、休校ではなくて授業再開、したいという思いはあります。具体的な時期のイメージみたいなものはないかしら。4月6日が始業式ですよね。大半のところは基本的にはそこが一つの照準だと思います。なるべくそこに合わせて、そうですね、いけるか、まあ、今教育委員会も議論していただいてますので、それも踏まえて、対応していきたいと思います。まあ、今現在県内での感染状況というのが新潟市が断トツで多くて、長岡ですとか小島ですとか点在していると思うんですけれども、感染がこう広がっている地域の学校を少し遅らせて、それ以外のところはすぐ始めるとか、こう一斉に授業を再開するっていうバラバラに始めるとか、そういう選択は、それは可能性もあるかもしれませんね。市町村の教育委員会のご判断も当然あるわけですので、そこは何も一律でなきゃならないということを国の方もそう言ってますよね。柔軟性を持って考える、地域の実情に応じて考えていくということだと思います。まあ、ただ何度も言うように、そんなに今心配される感染が拡大している状況ということではないとは思うんですけどね。一律の再開が望ましい、望ましいとかそういうことっていう、まあ、地域ごとに判断することはある意味当然だとは思うんですけれども、私の今の認識では全県できるんじゃないかなとは思っています。そう
すみません、最後に授業再開にあたって1ヶ月ほどその学校の機能が学校を機能してなかったと思うんですけれども、再開にあたってこう懸念されているとか、ちょっと何かありますか。懸念ですか。例えば授業が1ヶ月ストップしていて、小学3年生が4年生に例えば当たるときに3年生の勉強が全部終わりきらない、4年生に入っちゃったりすると思うんですけど、そういった点で何か懸念ですか。繰り返しですが、国からのガイドラインの中でもそのできなかった遅れている部分を、なんか取り戻すための工夫が求められていると思いますので、それは各学校それぞれの状況に応じて工夫してもらいたいと思います。もちろん言葉で言えばそういうことだと思いますけど、現場ではなかなかった大変だろうとは思いますけれども、なんとか乗り越えて、そうした子どもたちの学習 の, 進展というものを、確保していってもらいたいなと思います。毎日新聞の口です。同じく五輪関係ので質問なんですけれども、ちょっと改めて聖火ランナー の,、はい、聖火のリレーも延期になったということで、それについての知事の決定を聞きたいと思います。はい、先ほど、オリンピックそのものの延期は、やむを得ないのかなと残念な気持ちもありますけど、現状に鑑みると仕方がないですよねっていうことだと思ってますが、それに伴って当然ながら聖火リレーですとか中止になるのも、中止というか延期ですよね、になるのもそれもやむを得ない、仕方がないかなというふうに受け止めています。県内でもたくさん選ばれた方が、そうですね、皆さんも、ね、楽しみにされたし、もちろん沿道で見ることも楽しみにしてた人も大勢いると思います。で、各地域でいろんな行事なんかもですね、企画してたわけですので、そうした準備に当たってた人たち、楽しみにしてた人たちにとって、残念ではありますけれども、1年程度後にもう一回それはできるわけですので、楽しみは取っておくということなのかなと思っています。あともう一点、新型コロナウイルスに関連してなんですが、はい、県内でもいろいろな産業にどんどん、影響が出てきている頃かなと、いるかと思うんですけれども、はい、そうした県内の経済への影響について今の時点で知事としてのご認識、これは実は事務的にも私自身もですね、経済団体の皆さん、宿泊業界の皆さん、あるいは旅行業界、飲食関係の皆さん、お話を伺っています。で、確かに非常に影響が、業種によって少しずつ様相は違いますけれども、例えば宿泊等であればかなりの予約のキャンセル、あるいは足元でのキャンセルにとどまらず、この先の予約が入ってこないというですね、そういう意味での大きな、これ飲食も似た部分がありますが、大きな影響が出ている業界ですし、小売等では実はむしろ売上が上がっている部分もあるようではありますけれども、そうした、多少業種によってのばらつきありますが、製造業なんかでも輸出が、物流がうまく動かないので製品の輸出がうまくできないとか、逆に資機材が入ってこないとかですね、そうした影響もありますし、いずれにせよさまざまな影響が出ているのは事実だと思います。で、そうしたものに対してどう県として、対応していけるか、先週緊急対応策ということで、発表させていただいて、特に資金繰りの支援とかですね、県税の納税猶予なんかも含めてですね、とにかく企業が事業を継続できるような支援ということに、力を入れて対応策は考えて、発表させていただきましたが、報道にもありますように、いずれ国の経済対策も
年度が変われば策定される可能性も高いですので、まあ、そうしたものと連動して経済の、まあ、維持のためにですね、県としても最大限対応していきたいというふうに思っています。ありがとうございます。はい、NHK の柏です。今の質問の関連なんですけど、まあ、経済、緊急対策19項目というのが作られて、まあ、今日先決で、まあ、予算発表されると思うんですけども、はい、まあ、改めてその知事の、まあ、感染拡大も含めてですけども、まあ、この新型コロナウイルスへの対応についてなんか決意みたいなものを決意まずは感染拡大すみません まとめて言い方をしますけど、感染拡大の防止のためにあらゆる迅速な対応がいると思っています。そういう例えば学校の授業の再開等も判断にも当然慎重な判断がいるとは思いますし、それから感染者が発見された後その当該感染者への適切な医療の提供や濃厚接触者と疫学調査をしっかりやって拡大の防止に努めるというその部分は当然ながらこれまでもしっかりやってきたつもりですし、引き続きやっていきます。それから万が一といいますか最悪の事態も想定しながら医療体制をしっかり作っておく、考えておく、そうした準備もですねやっていかなければならないと思いますし、やっています。またその適切な医療の提供のために必要な医療関係の資機材の提供、こうした、まあ、感染症に直接関わる部分の対応は引き続き、しっかりやっていくというのをまず第一にした上で、二つ目は一方で経済、人が動かなくなることに伴って経済に大きな打撃が出始めています。それも今ほどご質問にお答えしたように業種によって差はございますけれども、大きな影響が出ているものが、随分、状況が明らかになってきていると思っておりまして、そうした経済の影響をなんとか緩和する、軽減するための特に資金繰り金融支援の部分はもうすでに、今申し上げたように対応策を、打ち出してますし、まあ、それで足りるかどうかというところは、まあ、さらに国の動きなども見極めながらしっかり支えていきたい、中小企業者を中心にしっかり、県としても支えていきたいというふうに思っています。で、この先、感染症のある程度こう収束が見える、見えてきたタイミングで、これは先週発表した緊急対応策の中にも書き込んでますが、いずれそういう状況に見通しが立てば、やっぱり需要喚起、消費喚起のためのいわゆる経済対策をしっかり打って、経済の今度回復を図っていく、その取り組みをどっかのタイミングでしっかりやっていきたいというふうに思っています。ですからそういう意味では今非常に事業なさっている方で大きな影響を受けておられる方々にはそうした金融支援を活用していただいて、なんとかしのいでいただきたいというふうにお願いをしたいというふうに思っています。ちょっと暗い話になっちゃいますけども、まあ、先ほど国との連動という話もありましたけど、まあ、この先もしちょっとまだ収束がこう時間かかった場合、まあ、今日の時点ではそうですよね、第2、第3の補正予算とかそういったものも含めて検討する、はい、財政の出動に関しては柔軟に考えていきたいと、あらゆる選択肢は排除しないといいますか、もう国もそうでしょうけれども県も予備費やそれから既存予算の流用やさまざま取れる補正もそうですし、先決というものもありますので、最適な手法を取って、必要に応じて財政の出動も当然考えていきたいと思います。
と、3月19日に厚生労働省から、通知があったもので、受け入れる患者の調整のための各都道府県に設ける調整会議というものという話が出ていると思うんですけども、新潟県の方は何か予定とかありますでしょうか。調整本部だったかな、名称は。それを作る、今準備をしています。対策本部の中にこう重ねるような形で作ることになると思います。新潟市も含めて、こう一体的に県でっていうようなお考えとかはあるんでしょうか。県全体をまとめることになると思いますよ。はい、はい、人口減のことで一つだけ伺って、ちょうど昨日新潟県の人口移動センターの結果から出まして、予約自体は3月13日に出てるものなんですが、また今年も人口の県民の流出がまた拡大してですね、特に社会圏が深刻かと思うんですが、今回のその数字に対する負けを含めて受け止めと、それからどのような対策を取っていくかということですが、特に国にこう求めたいことなどあったら。ごめんなさい、その発表した資料自身私、見てなくてですね。はい、具体的な数字自身はちょっと別にして、おそらく、これまで月別等に発表になっているものから想定して、社会現が引き続き大きな課題としてあるということは認識してますし、当然ながら少子化という中で、自然減も続いていて、合わせると大変な人口減少の数字になっているというのは十分理解をしています。で、来年度の予算の中にもそうした人口減少対策についての対応策、これは何度も申し上げているように特効薬があるわけではなくて、さまざまな施策の積み上げによるで、対応していかざるを得ないものではありますけれども、そんな中でも、特に社会現については若い方々の進学と就職のタイミングで県外、特に首都圏に多く出ていると、しかもそれが女性が多いというところに、着目をして、若い女性のその流出防止、あるいは UI ターンのですね、促進というところにかなり力を入れた政策を盛り込んでおりますので、そうした取り組みをしっかり進める中で成果が出るのを期待していくということかなと思っています。国に対してはいかがですか。これはもうね、人待ちなんか、地域創生というところで国も、その成果の評価は難しいんですけども、少なくとも最も重要な課題の一つだというところで国も取り組んできていただいていること自身は十分地方としても認識はしてるし、もちろんある分感謝をしてるんですけども、やっぱり首都圏の流入止まってないですよね。この5年間止まらなかったですよね。で、次の5年間の計画も作られましたけれども、関係人口を増やすとか、それなりのこう政策は打ち出していただいてますけれども、どうなんでしょうね。もっとひょっとしたらドラスティックなって言いますか、思い切った政策を考えられないものかっていう、具体的にこれをっていう今この場で言えるものではないんですけれども、もっと効果が早く出るようなものを考えてもらえないかっていう思いはあります。具体的にこれをやってくれっていうところを逆に提言できる状況ではないんですけれども、知事会とあるいは周辺の同様な課題を掲げている、小さな何かとも
意見交換する中で何か具体的な提言などもできればいいなとは思っていますが、まあ、そういう意味では国においてももっと効果が早く出るようなもの、大きく出るようなものを考えてもらいたいという、まあ、そういう思いですかね。ありがとうございます。はい、すみません、テレビ新潟の情報を申し上げます。これ延期が県内産業だったり経済にどの程度影響を与えるという意味があったりとか、どういうふうに考えましょうか。オリンピックだと延期がですか、はい、県内の産業への影響だったり経済だったり、はい、どうでしょうね。もちろん定量的なものは分かりませんけれども、直感的で恐縮ですけど、まあ、直ちに経済への影響っていうものは例えば今年そのオリンピック・パラリンピックが予定通り開かれていれば、大勢のおそらくインバウンド訪日の外国人が大勢来たでしょうし、もちろん国内での日本人の動きもですね、活発であったと思いになであっただろうと思います。でそれらが失われたという意味で、そうした方々が当然新潟県にも大勢お越しいただくようにいろんなプロモーションをやろうとしてましたし、これまでも一部やってきたわけですけれども、そうした方々が、まあ、残念ながら延期ということで、来なくなるという部分では、期待してた経済利益が得られなかったっていう意味では影響が間違いなくありますよね。人の動きというところで、もちろんそれから、オリンピックが行われればいろんな、例えば食材だとか、いろんな例えば食器なんかも含めていろんな県産品が使われる可能性があったわけですけれども、それが今年、なくなるという意味では経済的な影響はあると思います。ただまあなくなったんではなくて来年伸びたので、来年はその分期待できることにはなるでしょうけどね。わかりました。ありがとうございます。読売新聞です。よろしくお願いします。コロナの関係なんですけども、まあ、医療機関とか、保健所とか、まあ、確認からもそろそろ1ヶ月ぐらいなんですけども、疲弊とか、そのあたり、まあ、体制の疲弊とかそういうものって今のところありそうか。疲弊というのは医療機関などの疲弊ですか。はい、まあ具体的にそこは私の耳には入ってないですが、もう医療スタッフ等がもう対応できないっていうようなそういう状況ではないと思いますけれども、はい。病院の、再編とか統合とか の議論とかも一方で進んでいくところだと思うんですけども、まあ、こういう、まあ、感染症が出てきて、まあ、広がるか広がらないかっていうこういう状況、そういう議論にはなんか影響しそうかとか。まあ全く影響しないかどうかは分かりませんけれども、まあその通常の体制の議論と、まあ、こういう非常時といいますか特別な状態での議論は、まあ、少し分けて考える必要はあるとは思いますけれども、まあ、ただこういうことが起きるんだよねということも踏まえた上での通常の医療の体制の在り方というのは、まあ、当然影響する部分はあるかもしれません。FM 新潟の鎌田です。まあ、今新型コロナウイルスの影響が長引く中で、まあ、SNS とかで不確かな情報が出回ったりですとか、まあ、その一方で SNS などを通じてこう応援消費の動き、まあ、それこそ新潟県の花いっぱいプロジェクトとかもそうだと思うんですけど、その買って応援しようという機運も県民の方々の中にも広まりつつあるのかなと思うんですけど、こういった状況だからこそ改めて今県民の皆さんに呼びかけたいことを。そうですね、これもいろんな場面で申し上げている部分はありますけれども、まあ、とにかく正確な情報を得るように努めていただきたいという意味で、県もコールセンターを設けたりですね、テレビの各社のご理解ご協力もいただいてスポットを流したりさせていただいて、正確な情報の提供
あるいは迅速に情報を提供する、そういうことに努めているつもりです。従いまして県民の皆さんも冷静に情報をしっかり分析をして得て行動していただきたいというふうに思います。はい、NHK の武田と申します。消費対策についてなんですけれども、先ほど新型コロナの消費喚起という言葉があったかと思うんですが、はいはい、国もそっちの方向にはちょっとシフトしていて、他の都道府県とかでも、消費といいますか、そういう対策を考えているところもあると思うんですが、県としては今現時点ではどのように県独自の商品券とかそれは今考えてないんですけれども、先ほどの繰り返しになる部分はありますけれども、当然国と連動してタイミングがまだ分かりませんけれども、収束のめどが立った時点で、間違いなく消費喚起や、需要喚起のための経済対策 をしっかり、県としても考えていきたいと思っています。具体的な、消費券とかになるとそれは国と多分連動しての、作業になりますし、現金給付みたいな話になればなおのことそうだと思うんですけれども、いずれにせよ県と国と連携をしてやるべき対策、それから県独自で上乗せでやれるようなもの、それは引き続き検討をして準備をしておきたいと思います。ユーテリップの前です。県幹部職員の人事異動についていくつか伺いたいんですけども、福祉保健部長は厚労省から迎えるんですが、この辺は狙いとしてどんな、狙いといいますか、国の医療行政に精通をして、国の動向もいち早く連携をできる、そうした人材、かつ地域の医療機関とも十分こう意思疎通できる、人材に、座っていただきたいというふうに思っています。これからの医療いろんな問題を抱えている中で重要なポストになると思うんですけども、プロパーではなくて厚労省というのは結構外から来た人は大変かなというようにも思います。そうですね、大変な部分と、ある意味で客観的に見れる部分と、そういう意味ではいろんないい部分もあると思います。あと統括政策課という新たなポストについて、3人当てたわけですけれども、この辺はこう重要なポストだと思うんですが、重要なポストだと思うんですが、非常に期待をしている、ポストです。3人を選んだ狙いというか、それは適材適所、その人物という意味では適材適所ですけれども、このポストに期待しているのは、以前にも どちらかでお話したかもしれませんけれども、やっぱり政策をこう横串っていいますかです、言い古された言葉ではありますけれども、企画立案調整していく時にはですね、やっぱりこう各どうしても 現局っていう、部局それぞれの、積み上げてきた考え方とか、やってきたことを直ちに否定しにくい部分なんかはあると思うんですよね。まさにそれは盾の強さでもあるんですけれども、しかし、今の時代のその、なんていうかいろんな課題に、的確に対応していこうとすると、盾の強さだけではですね、うまくいかないことがたくさんあると思ってまして、そういう意味でこう全体を束ねて見れる人っていいますか、役割っていうのはすごく重要だと思っています。でそれで、もちろんそういうことから横割りの組織っていうのはどんな中央省庁でも県庁でもいろいろと工夫をしてきているわけですけれども、今回は部長級で、生活政策を統括する立場の人間、しかも複数置いてですね、ある程度の課題をこの3人で共有もしてもらいたい部分もありますけれども、ある程度専属的に、リードしていけるかなり高い立場のポストですので、
まあ、そういう意味での強力なこう横断的な議論がやりやすくなるんじゃないかなというふうに期待しています。最後に一つ、政策官が今までは地政策局だったわけですけど、今後は各部局に政策官を置くことになると思います。そうですね、副部長クラスがまさにその役割を、はい、この政策官を各部局に置いたことによって、どんなこう狙いというか、どんなことを期待して縦の強さの部分はやっぱり代表してもらいたいと思うんですよね。でも同時に、なんていうか、そこの組織に座るとですね、やっぱりその組織に染まるっていうのはあるんですよ。動けなくなる部分が、もうどんな会社でも似たようなところあると思いますけれども、まあだからその縦の強さは部局が持ってるこれまでの経験や知識やノウハウや、あるいは関連組織へのこうなんていうか掌握力とか、まあ、そういったものを代表しつつ、でもそれにとらわれない、もうさまさに部長なし部長に準じる人なんですから、もう少し視野広く動ける立場の人が政策官になった。課長クラスではなくて、まさに部を代表する人が政策官である。でそれをまたさらに束ねる統括官がいるというこの連携が従来よりも一段上で、できるようになるんだというふうに思っています。頻繁にこう政策官会議みたいなものを開いて、まあ、具体的な運用はこれから多分考えていくことになると思いますけれども、まあそうですよね、意思疎通はぜひ十分やってもらいたいと思いますね。はい、新潟日報の小倉です。今日今年度最後の定例会見になってますけれども、はい、今年度は新年年末年始と同じような質問になるかもしれないんですけど、何か、はい、この2019年度で印象に残ったような、いやそれはなんか今ね、残念だけどコロナウイルスでこう一色になってしまったですよね。1年間、まあ、年度で見た時、俺あまりちょっと振り返って考えてなかったですけど、少なくとも昨年までは、まあ、例えば何だろう、空港利用なんかも順調に伸びてましたし、まあ、例えば宿泊者数、例えば外国人宿泊者数なんかも順調に、もちろん全国屈指の伸び率で伸びてたとか、そういう意味でこう割と順調に経済がこう来てたようにも思うんですが、ここに来ても一気にこう、不透明になってしまって中で、まあ県の行政という意味では、まあ、行財政改革の行動計画を策定をして、県民の皆さんに今の県の置かれた状況、先行きの見通しというものを、まあ、ある意味正しく認識していただく努力を取り組みをした上で、まあ、いう行動計画という形にまとめて、そしてこれにのっとって、まあ、しっかり堅実な持続可能な県の財政にしていく、それに合わせる形で行政も効率化していくというところをこう、まあ、示せたのは、まあ、この1年の中では一つの大きな形であったかなというふうには思います。経済はね、経済順調というか、まあそんなに悪くなかったように思う中で、まあ、もちろん高温障害で、米の出来の問題とかはありましたけれども、まあ、総じては順調な経済の動き、まあ、もちろん足踏み状態とか、まあね、思うように利益が上がってないという業種も あったとは思いますけれども、まあ、それはそれなりでも少なくとも不透明という状況ではなかった中で、この 2,3 ヶ月ですかね、冬の異常な雪の少なさあたりから、
ちょっと心配が広がり始めて、そしてここに来て本当に不透明な、もう世界的にも不透明になったという中で、まあ、県の行政としては、こう先々に向かっての一つのこう方向を示すことはできたかなと思っています。よろしいでしょうか。はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ